あの新聞でもジーソミア破棄の撤回を迫っている。日韓情報協定、ジーソミア、破棄を決めた文政権に破棄の撤回を迫った朝日新聞16日の社説だ。以下要約するが特に韓国側主張を好意的に解釈しがちに思えるこの新聞論調に比較しても素直に受け止められる。やっと少しはうちが世論を引っ張っていく、のが伝陰水。 県恐怖会が世間常識と相当開きがあることに気づいたか。ともかく。軍事情報をめぐる包括保護協定、ジーソミア。3年前に結ばれて以来、北朝鮮のミサイル発射など、様々な情報の交換に役立った。15日ソウルで開かれた米韓安保協議ではエスパー米国防長官が本意を促した。記者会見で、 協定の破棄や日韓関係の悪化で利益を得るのは中国や北朝鮮だけだと述べた。中国との覇権争いという大きな戦略の中でも悪影響になることを懸念しているようだ。だが、韓国大統領府の幹部は日本の態度に変化がなければ、変更は困難との認識を示した。徴用工問題への日本側の事実上の報復措置である、 輸出規制強化の撤回を求めている。協定維持が国益にかなうことは、文政権もわかっているはずだ。今双方に求められるのは、自己主張への顔面な固執ではなく、安保、経済両面での不毛な傷つけ合いを止めるための良識ある外交である。日米間のいずれもが、冷静さを取り戻さねばならない、ようやくここまで。文 ジェイン政権が日本との対立の仲裁役に米国を引き込もうと切ったジーソミア破棄決定というカードは、かえって協定を維持せよとの米側の強い圧力を招いた。トランプ米政権は、韓国に在韓米軍駐留費の大幅負担増も迫っており、互いの不信感が高まる中、米韓同盟の亀裂だけが広がりつつある。 米側は仲裁役を拒みながらも外交、安保を担う交換が破棄決定を見直せと構成に出た。韓国氏は破棄カードに日本はびくともせず、韓米の信頼だけに日々が入る信じがたい事態となったと論じた。文政権が切ったカードはまさにヤブヘビになってしまった。文政権支持層がジーソミア破棄決定を強く支持する中、 日本が輸出管理措置で行動を示さなければ、韓国からは動けないという事情自爆に陥っている。文政権は日本が突如決定した輸出規制強化撤回を正すが、一連の権威から世界常識は韓国文政権が肯定する施策こそ無理筋だと理解している。日本でも韓国主張に理解を示す比率はわずか8%程度だ。 この世論がさすがのあの新聞を動かした、なら、世論は一新聞社ごときが引っ張るものではありませんね。